日系といえば最初は一世二世三世四世という区別がついてたでしょ。しかしこれだんだんもう広がってきて、これ一つにするのに日系という言葉が誰かが作ったわけですよね。ですから、僕にとっては日系は日本人というのは全部含んで、日系はその中に海外に住んでる日本人を日系という市民権のある二世たちでもあるし、日本からの駐在員、そういう連中もみんな含んで日系と僕はそう想像してるんですよね。